旧最高の、海抜は2000メートルから3000メートル、Y の字になった3つの渓谷に9つのチベット民族の、部落があることから旧最高と名付けられました。何々海と呼ばれる多数の湖とそこから流れ出す渓流が滝になって楽しむことができます。マクドナルド、おー、今日明日からのツアーの食料を調達する時間をどうして取ろうかと、まあ、そう思いながらもせっかくの生徒の街なので、まあ30分ぐらいぶらぶらとその辺りを歩き回ってみたいと思う。生徒の街はいつもいる調査の繁華街ファンシンルーに比べるともう少し道幅が広いというか、いろいろな交差点に、混じった、ま、ファンシンルーからすると広がりのある、街に見えた。街を歩いてたら日本文字が目に入った。伊東、東は富士の字ですけど伊東洋華堂、まさしくカタカナの日本の大きなスーパーの同じ名前である。早速中に入って地下を覗いてみた。日本のデパ地下のような品揃えで日本の商品もいっぱいに売ってた。これ何？この辺りは調査のファンシンルーとは全く違う。一応は車が見かけないので、武神寺へ歩行者天国にはなってるんですと思うけど、ほとんど大きなデパートと大きな広場になってる。はい、2時に昼食を食べ、平部平らな、武士の部と書いた王宮である法恩寺、報いる恩寺法恩寺に着いたのは午後3時45分だった。
法恩寺は明の時代1440年に、故宮の様式を真似て城として作られた。だけど時の中央政府にお寺と偽って現在もあるんだという。クスの木で作った宮殿風な建物が圧巻だった。前面这个牌坊哈，从这里呢，我们就进入九寨沟县了。师傅方便停不停？方便停。好嘞，在这里呢，给大家五分钟的时间哈，大家抓紧。さあ、九寨公園を降ります。すごい人数です。5日目12日の朝を迎えた。今日が九寨溝のハイライト第1幕であります。外は快晴。8時に朝ごはん、塩なしでゆで卵とおかゆを食べた。円錐形の変なマントも食べた。とても寒い。この寒さは2月頃の感じである。2つに分かれた全員が28名が揃った。バスの中は鶏小屋の中のような騒ぎである。一気に九寨溝口へ向かうのかと思いきや、蒙牛乳肉の販売店に連れて行かれた。地べたに5、60点ぐらいの1平方メートルほどの店がいっぱい並んで、ヤギの角を15元、最初は60元と言ってた。で買う。削って白い酒、梅酒に入れたりして飲むと何にでも効くそう。観音像を40元、最初200元と言った。で買った。九寨溝の観光についての感想は今は書かない。好，在对面的山脚下的是头啊，在这边是尾。好，在当地的藏族同胞又称它为是尾楼。它那里面是什么？看起来不一样。
好，下面请介绍那个左下方是这片群体的背景，就是树正群海啊，它有大小十九个海星组成。好，它形成了树在水中生水，在水中游，水中生水，在化中游。好，它也是树正高的一个缩影。一般車は進入禁止になっていて、何回でも乗り換えられるバスを利用して自分の行きたい場所に行く、そういうやり方に救済庫はなっております。ここは一番大きいの湖。下の見たの全部の水はここから地下の、はいはい、Y の字の右枝の中央くらいのところに位置する5つの花の海と書いて、別名クジャクの海とも呼ぶ、その湖がシンボル的な存在になっています。主持人，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 主持
これ桜。赏雪的时候真的好。雨が降ってきました。
Thank you.